通りの今年のテーマは通りミュージアム、空間を紡ぐストーリーという形で、美術館博物館をイメージしてインテリアの素晴らしさを知っていただこうというのが今回のテーマでございます。それでは3つのストーリーに合わせてご説明させていただきます。では中野ご紹介の前に、今年度のグッドデザインライフデザイン賞を受賞しました、通りタイルカーペット GA100 シリーズ、こちらをご紹介いたします。こちらは発売後34年が経過しました。世界一単商品としては発売量が多い商品でございます。それが評価されまして、今年度ロングライフデザイン賞ということで受賞いたしました。こちらがブース全体の構成図になっております。今回のテーマ通りミュージアム、空間を紡ぐストーリーという展開ですが、まずはラグジュアリータイム、こちらはクラシックな伝統のある空間の装いでございます。で、次がジャパンデザイン、こちらは日本の伝統美、文化、こういったものの提案でございます。それから最後通りホワイトというテーマで、こちらは城の空間を表現しまして、性能の高さ、これを PR しております。それでは3つ順番にご紹介いたします。こちらがラグジュアリータイム、伝統と心地へのこだわりという空間になります。ヨーロッパの伝統文化、これを踏襲しまして、ファブリックだとか、それからカーペット、そういったものがホテルライクな上質な空間というのを表現した空間でございます。こちらがエクスクロームのプリントタイルカーペットでございます。豊富なバリエーション、それから選べるテクスチャー、それから柄がつながる空間が広がるというのが特徴でございます。こちらはスケールアップ4という新しいシステムでございます。通常のパターンを4倍ですね、柄を大きくしたものが同じ空間で貼り分けができます。ラグジュアリータイムの中でも非常に特徴的なのがこちらのリヨン織物美術館でございます。このシリーズは17年前からですね、商品化されておりまして、リヨン織物美術館の原画をもとにですね、カーテンに出題を直した商品でございます。こちらは縦5メートル、幅6メートル、スワック&カスケードバランスというようなスタイルで展示してございます。インテリアの良さ、それから素晴らしさというのをぜひ見ていただきたいということで、今回このような形で装飾をしております。それからいくつか原画とともに記事がございますので、そちらも見ていただきたいと思います。こちらがデザインバリエーションとなります。こちらの2点ともコレクションの中に入ってございます。従来はスカーフとかファッションですね、こちらの原画となっておりましたけども、カーテン用にアレンジしまして、でリヨン織物美術館に許可をいただいて、それをカーテンとして製造しております。でこれらのコレクションですが、フランス共和国リヨン商工会議所の方から推薦をいただきまして、どもの独自の展開で販売しております。はい、こちらはジャパンデザインを再現した空間でございます。日本の感性、それから品質をで作り上げたジャパンデザインをテーマに、長いアプローチを生かしながら壁紙と、それからタイルカーペット、これらで構成されて、非常にこう感性の行き届いた空間として表現しております。それではご覧ください。こちらはケーシュというシリーズコンセプトのデザインでございます。こちらのタイルカーペットは通常ですと1枚1枚の色でございますけども、その間をつなぐことによってこういったグラデーションの表現ができます。これを一つの廊下として見立てますと、肩ボーダーとして非常にこう広がりのあるグラデーション、日常の移ろいですね、こういったものが非常にこう表現できるデザインでございます。それからこちらの壁紙ですね、パワー線、こちらも新しく今回新柄として展開しております。非常に日本の古文様ですね、こういったものを再現したデザインでございます。今回は至る所にこのパワー線の新柄を豊富に使っております。こちらが今回のテーマ通りミュージアムを象徴する壁面でございます。タイルカーペットをあえて額装にしまして、実際に触ったり表情を見るということができますので、床に貼ってしまうとなかなかこう表情がわからないということに対しまして、非常にもう絵画的な形でご覧いただけるようになっております。こちらが染めの絞り染めを再現した結染め、それからこちらがシンプルな色ではありますけども、非常に陰影を表現したノクチュールという商品でございます。こちらは
2004年からですね発売しております底至り、そのシリーズを展開しております。特に底至りシリーズは最初に2005年にグッドデザイン賞を受賞しまして、それから約10年過ぎていますが、過去に4度グッドデザイン賞を受賞しております。こちらが3つ目の空間、通りホワイトの空間でございます。通りはリノリウムから始まり、品質とデザインにこだわりながら内装材を進化させてきました。汚れやメンテナンスの面から難点がありました、こういった白い床材、これをノーワックス、そう不要とする技術を進めるにあたりまして、より長く強く美しく利用いただけるようにということで、この度開発いたしました。世界的に著名な吉岡徳仁様の企画展でご利用いただいております。白い床材を表現するにあたりまして、光の反射、これが一番反映できる商品であるということでご採用いただいております。こちらは通りが創業しました1919年、当時の工場の図でございます。現在は中心にあります旧本館、こちらが残されているだけでございます。こちらは2009年に大阪の著名な歴史的建造物、これらを解体する際にですね、床を持ち帰ってきた商品でございます。非常に当時のリノリウムの良さ、それからこの風合いというのが唯一残された商品でございます。最後となりますが、こちらが中庭、それからそちらがガーデンというようなイメージの空間でございます。こちらはタイルカーペット GX シリーズの新柄を池に見立てて展示しております。それから周りの木目ですね、こちらはルースレイタイルという商品で、タイルカーペットの貼り合わせができております。周りがウッドデッキ、それから中が池というような表現で展開しております。でこちらが撥水の効果を示す体感のコーナーです。こちらはタイルカーペットにですね、フッ素加工がしておりますので、水滴がこぼれるように落ちるような形になっております。これによりまして、オフィスのみならず店舗、いろいろな空間施設でですね、お使いいただけるような性能を持っております。こちらがパワー線の新柄でございます。横張りによりまして非常にダイナミックな空間を表現しております。それから床材、こちらも GX シリーズタイルカーペットです。ベルベットのような光沢の違い、これが表現されておりまして、ガーデンにいるような雰囲気が出ております。全体のご説明は以上でございます。通りの商品は床材、カーペット、壁紙、カーテン、4つの事業で常に進化を遂げております。機能性だけではなくてデザイン性、それから品質、こういったものを常に進化させながら空間を表現してまいります。これからもご期待のほどよろしくお願いします。